はい、おはようございます、ヌルです。今回はゲストで、はい、本名は出していいんですか、ゆきちの方がいいですか、じゃあ一応それで、はい、ゆきちさんをお招きして、はい、解説動画を撮っていきたいと思います。お願いします。今回は魂のキャラということで、はい、テリーをお願いしたいんですが、テリーボガードを早速選んじゃっていいですか、はい、はい、どうぞどうぞ、はい、個人的な意見ですけど 2P カラーでやってもいいですか。あ、全然色は何でもいいです了解です。じゃあ青で、はい、じゃあ相手の方も一応テリーにして、はい、了解です。じゃあこれは、じゃあ技解説お願いします。はい、じゃあ順番に立ち状態の A ボタンから順に行きたいんですけど、これですね、コパン。これはなんかこのゲームのコパンは結構その相手の小ジャンプとかをこう落とす時とかに結構振ったりするんですけど、僕もそうですね、テリーの時はそういうのを考えて、なんかこれぐらいの距離とか小ジャンプで飛び込まれそうだなと思った時は結構こう軽く振ったりしてますね。で、またコンボにもなるので、あのこうやって立ちしゃがみから立ちへっていうのはよくやります、コパン。はい、はい、そんな感じですかね、とりあえず。で、次は B、 立ち B。 これはテリーの中では結構僕が振る技の一つで、まあキャンセルがかかるっていうのもありますし、今みたいにまあちょっとあの位置が低いのでこれ飛び込まれ気味になっちゃうので、それは立ち A と使い分けたりも考えるんですけど、あと、ちゃんと調べてないんで分かんないんですけど、ガードされた時に有利フレームが取れるんですよね、確か。あ、じゃあ試してみます。はい、あ、そうですね、はい、じゃあワンガードジャンプにして、はい、して、はい、じゃあ立ち B の後ジャンプするんですよね、上に入れっぱにしてみてください。確かアーケードではそういう話だったんですよね。あ、ちょっと間違えた。あ、ちょっと先に飛んでますよね、これ。気持ち、そうですね、はい、はい、あの立ち B 振った側が有利ですね、うんうん、まあかといってあの、まあ、その後すぐかぶせられる技があるわけじゃないんですけど、なんか連携の一つで、まあ、ガードされてる時にこう振ってだと吹っ飛ばしでちょっとこうその後追いかけて、今回吹っ飛ばしの性能が結構上がってるので、そういう風に固めたりも使います。で、 C ボタン NC ですね。これは、うん、長飛にはキャンセルかかるんですよ。あ、ちょっと一回ジャンプ戻しますね、はい、長飛にはキャンセルかかるんで、なんか頑張ればヒット確認もできるんですけど、結構実戦じゃできないです。僕はこれに必殺技キャンセルかかればちょっともうちょっと強かったかなって思うんですよね。ヒット確認できるし、バーンで追いかけてって、まあ上手い人はきっと長飛でこうやってヒット確認できるんでしょうけど、僕にはできません。まあ性能は別に結構振ったりするので悪くないと思います。あー、次強キックなんですけど、これはあ、ちょっと位置が良くないので、ここに入れんだ、それは。あ、なるほど、さすがです。 ND はどうなんだろう。僕はテリー使ってる上であんまり振らないんですけど、強い理由とかあるのかな。まあ位置も高いし、でもどうですかね、他のキャラの ND に比べて遅いわけでもない、遅い方ですかね。でもこれはまあ振り回してそれなりに使えるんじゃないですかね、うん、そうですね。まあしゃがんでると当たらないキャラも出てくるとは思うんですけど、うん、だからまあ使えなくはないと思いますけど、僕はあんまり使わないですね、うん、そんな感じです。次近距離技で、近距離技、はい、まあテリーはこのゲーム大体近距離技の、はい、まあ同じ部分もあるんで、はい、同じのは飛ばしても構わないです、はい、飛ばして、まあコンボに使います。以上です。タッチ B もそうですね、あんまりこんな密着では振らないんで、だいたい C とか、あとしゃがみの技になりますかね。で、禁止、これは2段技なんでキャンセルがとても楽にはなるんですけど、ちょっとあのキャンセル受付時間がそこまで長くないので、近距離の暴れで C をとっさに出して2ヒットだ、安心してバンだってなるとこうなっちゃって、なんだろう、コンボを確定で食らうってことはあるので、ちょっと難しいかもしれませんね。なんかちょっと反応が遅れるとノーキャンセルになっちゃって、ね、っゃね、大変なことになる、はい、ノーキャンでライジングアッパーもこうやって繋がるから、まあコンボとしてはとても優秀な技だと思います。ただまあ今言ったみたいにうっかりキャンセル遅れちゃうと、なんかそうですね、コンボ半角食らっちゃってっていうこともあるんですけど。で、強キック、これは逆に禁止、なんか1ヒットなのに禁止よりもなんかあれですね、キャンセル時間がとても長いですよね、受付時間が。だからあのライジングアッパーをもうこうやってちょっとディレイかけてつなげることができるんですよ。これ僕有効な使い方、有効なってわけでもないですけど、こういうところで主に使うっていうのがあって、それやってみてもいいですか。あ、はい、全然構わない。あの EX クラックってこうやってダウン、あの強制ダウン取れるんですけど、で前後転でちょっとこう惑わすことができるんですよね。こうやってなんか裏に行くと見せかけて表みたいな、その時になんか禁止をこうやって重ねるとなんかこう使っちゃったりとかしてやりにくいんですけど、金 D とかだったらちょっとこう長く残って、あ、できね長く残ってるので
金 D の方がなんか重ねやすいし、リレーもかかるから、その後ライジングアッパーまでつながりやすいっていう使い方で、主に金 D ですかね。発生自体は確か金 C の方が早いのかな。なのでまあ飛び込みとかコンボやるときはやっぱ金 C 振ったり、あとドライブコンボやるときは補正の関係じゃやっぱ金 D、 あの1ヒットの技の方がいいっていうから、確定のときはこう金 D からバックナックルにつないでドライブコンボに、ハイパードライブコンボにしたりしますね。はい、立ち技以上かな。次はしゃがみ、はい、しゃがみはそうです、テリーにとっては小足は、まあテリーにとっても大概のキャラには小足はやっぱ下段だしコンボにも使えるので優秀だと思いますけど、コパンもやっぱ小足コパンの時は絶対に使いますし、まあテリーの場合小足が当たってれば立ち状態の、あ、しゃがみ状態の敵にも立ちコパンは絶対その後つながるようなので、まあ、タチコパンでもいいんですけど、今回そのコパンはチェーンコンボで C までこうやってつながるので、前回に比べてとても使用頻度はコパンは上がってるんじゃないですかね。 B あスタン BAC みたいな、このコンボのおかげで今までライジングアッパーが届かない距離でもコパンが、あ、小足コパン C みたいな、こういうコンボができたので、コンボのなんだろう、やりやすさとかダメージ取れやすくはなってるんですよね一応、うん、で BA とで C はそうですね、今のチェーンコンボで使えるようになったっていうのもあるし、あとキャンセルの受付時間が非常に長いので、多分これ NC よりも長いじゃないですかね受付時間。あ、でもリーチはやっぱタッチ C の方が長いから、まあタッチ C がいい場面もあるんですけど、なんかこうヒット確認とかが余裕でタッチ C よりもできるので、バスターウルフだったり EX ゲイザーも発生早いので全然つながるでしょうし、でバーン行ってクラックやってみたいなドライブコンボにも行きやすいですし、まあ、何よりやっぱ今回は家庭用はチェーンコンボができるっていうのがこれが一番いいんじゃないですかね。チェーンコンボにするとあの、はい、キャンセルの受付短くなっちゃいますよね。あ、本当ですか。結構ゲレできますよ。あ、まあ違いがあるのかもしれませんけど、ネット対戦だからそう感じただけかもしれませんけども、はい、なんかそういうイメージがちょっとあったんで、できますね。あ、はい、すいません。いやいやいや、ひょっとしたら誤差があるのかもしれませんし、そうですね、とりあえずだいぶディレイはかかる方ですね。それでも NC よりかはかかるんじゃないですかね。なるほど、はい、あとはしゃがみ D ですね、強キック。これ結構なんだろう、飛び込みに対して先端に乗せるように使ったりもしますね。ちょっと隙がでかいので振りすぎると飛び込み食らったりするんですけど、でもカラキャンセルとか、まあ、キャンセルももちろん効くので、ちょっとリーチも長いので先端当てて必殺技でキャンセルして固めたりとか、まあガードされててもクラックで乗っかっていったりして、その無理やり近づいて接近戦に持ち込んだりするために届く届かないのあたりの距離で振ってキャンセルして使ったりしますね。次はジャンプ攻撃なんですよね。あ、地上吹っ飛ばし、地上吹っ飛ばし、地上吹っ飛ばし、これ多分アーケードに比べてだいぶ強くなってると思うんですよね。判定結構多分ですけど、違ったら申し訳ないですけど、リーチが長くなっているような気がするんですよね。結構ギリギリの方まで判定が残ってて、なのでさっき言ったのかな、あのこうやって、まあ、ガードされてる時にこう小足で固めて、まあ、すぐ吹っ飛ばしも重ねていってまたキャンセルしたり、もちろん小足からすぐにクラックで乗っかったりもするんですけど、吹っ飛ばしでやってクラックでまた乗っかってみたいな連携で吹っ飛ばしはたまに使いますね。もちろん吹っ飛ばし自体を重ねてなんかキャンセルして何かで攻め続けるっていうのもやるかな僕は。はい、これかな。空中攻撃のコパンなんかはほぼ使わないですねこれは。うん、なんであるんだろうっていうぐらいの汗です。すぐ消えるし、別に上りで出してもどうにかなるわけじゃないし、どうなんだろう、発生もそんな早いわけでもなそうだし、むしろ同じように使うならこっちの方が発生早いし横にあるし、なんか空対空でまあ0-2UMほどじゃないけれど、こう上りでペッて出したりしとけばたまに空対空で勝ったりしますね。まあ、ちょっとすぐ消えちゃうんであんまり対応はしてないですけど僕は。あとは空中のジャンプ C もどうだろう、一応発生はそれなりに速そうなんですけど、僕は飛び込みでも空対空でもあまり使わないですね。空対空で使うのはたまにジャンプ B と空中吹っ飛ばしが多いんですよ、うんうん、だからまあでもそうだな、乗っかるならやっぱジャンプ D の方がいいかなって思うんですよね。めくれるし、ジャンプ D の方が攻めるときにはよく使います。同じ斜め方向だから、まあちょっとこっちの方が
上の方に判定が出るから空対空では勝ちやすいとは思うんですよね。やっぱりでも飛び込みにはやっぱりめくりも確かでもジャンプ C もこうやってめくりはできたと思うんですよね、うん、できるんですけどジャンプ D の方がめくりやすいし、うん、こっちの方が主に使いますね。で空中吹っ飛ばしこれなんですけどまあなんだろう見た目通りの判定で下の方にはちょっと判定がないししゃがんでるやつに当たらないっていうこともあるんですよね。だから弱い部分は結構あるんですけど、まあ、本当に空対空が噛み合えば結構勝てないこともないですしカウンター取ったらすぐに弱盤で追いかけたりその後バスターウルフで追撃できたり、クラックなりとかできるんで僕は結構振っちゃいますね。まあいいか悪いかは別として結構しゃがんで待ってる人にはやっぱり当然負けちゃうので、まあ、使えないことはないと思います。はい、次は必殺技ですかね。あ、じゃあ特殊技お願いします。特殊技、お、忘れていた。特殊技して出しましょう。はい、じゃあライジングアッパーからですね。ライジングアッパー、はい、斜めの強パンチで出るんですけど、これは今までのシリーズに比べてちょっとリーチがかなり短めなんですけど、まあ安定して禁止ライジングアッパーからこうやって必殺技のコンボができるので、まあ密着では結構やっぱ頻繁に使いますね。うん、でも短いだけあって禁止が届いててもライジングアッパーがこうやってスカることがあるんですよ。それはちょっと気をつけてもうそういう時は直接バンナックルとかなんか技を出せたらいいかなって思ってるんですけどなかなか実戦では結構スカる位置で出しちゃうこともありますね。でも壊しコパン、あ、そう、でも今回は壊しコパンの場合はチェーンコンボで C があるのでまあ斜めはなるべく入れないように壊しコパンの時は真下もしくは後ろ下で C やってこっちの方がリーチも威力も確か同じだったのかな。ライジングアッパーとシャガシーだからむしろシャガシーの方が高いのか、高いので壊しコパンからやる場合は絶対にまあライジングアッパーは特別必要な技ではありません。はい、あとは一応まあ対空そこまで判定が強いわけでもないですけど一応こうやってちょっとこうカラキャンセルでアクセントとして出しておけばまあ D シャガ D で飛んできたやつに対しても当たったりするのでたまにそういうことをやります。まあ隙がでかいのでそこまでやる必要もないと思いますけど、で次バックナックルなんですけどこれはまあキャンセルは何にもかからないので発動にこうやって発動の時は主に使うのかな。あと一応壊しコパンからもこうやってコンボにはなるのでまあ前作までは使ってましたね。今回やっぱりチェーンコンボのおかげでほぼ使わなくなったんですけどまあカラーキャンセルでこうやってちょっとこうダメージを軽く取ろうかなっていう時とかにも振ってみたりします。あと開始直後の位置とかで振るとたまに当たってくれたりするので、まあ、単発でちょこっと使ったりまあこうドライブになんでこうなるんだドライブで使ったりはしますね。こうやって威力はバックナックルの方が高いのでまあ特殊技を挟む場合はライジングアッパーよりもバックナックル挟んでいけば、まあ、気持ちいいダメージは取れるんじゃないかなと思います。はい、特殊技が終わったので、必殺技解説いきたいと思います。パワーウェーブ、あ、通常投げの方先に通常投げ、あ、はい、はい、了解です。通常投げバスタースルーテリーってあ、まあこのゲームはまあ軒並みダメージは100なんですけどどうだろう、まあ C と D でまあ向きが変わるわけですけどまあすぐ近くに比較的降りるのでとても置き詰めはしやすいですね。大ジャンプでこうめくりも狙えるし表でもいけるしっていう、まあ、大概表になってるけど、ああかな。まあ投げ自体このゲーム僕は結構投げたがるので密着でこう怖くなるとだから頻繁に投げは狙ったりします。ダメージが確実に1割100取れるので、はい、あと投げの攻めとしては、まあ、めくり投げ後の攻めとしてはめくりもあるしあと EX クラックが中段なのでなんかもう一回飛び込むと見せかけて中段をすぐ出すとかいう使い方もたまにしますけどね。でその後こう前後転でめくりをまたガードを揺さぶったりとかもできるのでまあ投げは狙っていってもいいんじゃないでしょうかね。エリーボが、はい、EX パワーウェーブを重ねるとかどうなんですかね。あー、それあんまりやったことないですね。でもうん、あ、それいいと思います。でもそうだな、前転されても多分間に合いますもんね。あ、まあゲージが余ってる時ぐらいしかやっちゃいけないような気もしますけど、うんうんうん、なんかちょうど重なるんで、うん、面白いなと思ってたんですけど、画面端とかはどうなるんですかね。画面端で例えばまあこういう風になるとさすがにこれは無理か、あ、まあ、これは無理ですね。ちょい待てばいけるんじゃないですかね、まあ
あ、確かにちょっとお尻の方を重ねぐらいの投げると、あ、出しておくといいですね。ちゃんと固めとしては、はい、うん、ちょっと遅らせるだけでこうやってなんか見える見えないのところでカッサリするから、はい、これいいですね、うんうん、よし、使わせていただきます。はい、はい、よいしょ、ぐらいですかね。お願いします。はい、パワーウェーブですね。おっつ、よいしょ。まあ飛び道具としてはちょっと個人的には隙がでかい方かなと思うんですよね。飛ばして落とす、まあ、一応ライジングっていう対空があるんですけど、飛ばして落とすはそこまで得意なキャラではないのかなと思います。弱のパワーウェーブはまあ端から端まで届く、まあ、こういう時は全然打っていける技ですね。あと固めでも全然一応使えます、まあ、小足もキャンセルかかるし、ガードされているならこういう禁止ライジングアッパーから出したり、シャガディの先端当てからディレイで出したりとかもしてタイミングずらしていくと全然使える技だとは思います、まあ、ガーキャンっていう戦法がこのゲームあるので、まあ、切り返されたりはしちゃうんですけど、で A と C で性能が違って、 A はまあ端まで届く飛び道具なんですけど、 C の場合は途中で消えちゃうんですよね。で自分もちょっと前に進むんですよ。でこの A と C の違いなんですけど、 C の方は貫通性があって、まあ相手の飛び道具をかき消して、ちょっとリーチ短いで使いにくいんですけど、でもそこまで速くないし、いい距離で相手の飛び道具と噛み合えば消しつつ当てることが可能で、で EX にすると多段になる飛び道具とかも確か消していけるんですよね、こういう貫通性のある飛び道具って。だから相手のまあテリーなら EX パウェーブが来た時とかにこれ出しておけば確か3つともかき消して進んでくれるので、まあ進むって言ってもそんな進まないですけど、かき消せるので、軽ダッシュ戦とかでは僕結構意識して使ってましたね。この辺でアイントリガーとか振られてシュートとか来る場合があるので、まあちょっとでも遅れるとやっぱ潰されちゃうんですけど、うん、まあシュートもアイントリガーもかき消して貫いて当たるので、であとなかなか使いにくいんですけど、カラキャンセルがこうやってかかるので、なんかそのもう飛ばれるのを確保で打っといて、まあパワーゲイザー、ちょっとノーマル版遅いんであれですけど、パワーゲイザーまでも決め打ったり、あとバスタウルフ今回早くなったんで、ちょっとこうこれも頑張れば見れるのかな、もう飛ばれたと思ったら波動 A 波動 B で出るので、うん、そういう使い方も考えたりはするんですよね。実戦ではまだ当てられたことないんですけど、うん、まあでもなんだろう、相手をびっくりさせるにはいけるんじゃないですかね。これは使える技だと思います。で EX に行っちゃっていいんですか。はい、はい、EX パワーウェーブはさっきですね、ズネさんが言ってくれたように画面端の投げ子の固めにも使えますし、あとなんかとりあえず出しておいて相手の様子を探ってっていう使い方をたまにします。アーケード、ちょっとまだこっちの対戦はそんなにしたいんであれなんですけど、アーケードの時は結構離れた時にこうやって出しておいて、相手が飛び越そうとするんですよね。でもうまく飛び越せなくて踏んじゃって地上で3ヒットさせることができたんですよ。まあそこに普通に追いかけてコンボを決めることもできましたし、まあそれが通じない時も全然あるんですけど、そういう場合はもうなんか弱バーンで軽く追いかけていると小ジャンプしてくるやつにボカって当たるんで、それを見てからドライブキャンセルしてコンボっていうこともできました。もうこうやって追いかけるとだいぶ相手当たってくれましたね。まあ飛び越してくるのを前提でですけど、ゲージは使っちゃうんですけど、まあどうしてもダメージ取りたい時とかにはたまにやってました。 EX パワーウェーブは、まあ、あとは固めですかね。出が遅いので割り込まれたりはするんですけど、ガードブレイクの連携にも確か前は使えたので、まあ、固めでも使っていってどんどんガードを削ってガードブレイクからコンボを当てられるっていうことはできますね。で次がバーンナックル、はい、はい、バーンナックル弱はやっぱり、まあ、テリーってそんななんだろう、優秀な必殺技がこれ結構好きだらけなんですけど、まあ、コンボとしてまず使えますね。こうやって下段からも全然チェーンコンボのおかげでほぼどこにでも届くようになったので、弱は積極的に使いますね。で離れた時も、まあ、なるべく先端当てを意識して使っていくんですよね。先端当てだったらガードされてもまあよほどのことがない限り反撃は受けないので、まあ、クラックシュートと使い分けて僕はバーンナックルは普通の時も使っていきますね。あとはまあ各種カウンター、空中吹っ飛ばしのカウンターとかを取った時とかちょっとやってみてもいいですか。はい、とかにカウンターは、あ、はい、カウンター、あ、違う違う、カウンターヒット、はい、ファーストアタックです。ファーストアタック、はい、でジャンプノーマル、まあ空中戦でうまく吹っ飛ばしがカウンター取れた時とかにとっさに弱バーン出してなんかバスターウルフとかでこうやってちょっと欲張り
ドライブキャンセルも使わずいけるので、これは結構実践ではいけるレベルですね。まあ、もちろん生でこうバスタウルフ出しちゃってもいいんですけど、今回特に発生が早いのでバーンで拾えたら大概ドライブキャンセルしなくても繋がるんじゃないのかな、うん、そうですね、全然いけます。画面端とか近ければ、まあ、今のよりももっといい拾い方いっぱいあるんですけど、まあ、とりあえずあれはどこでもいける安定なジャンプでカウンター取った時のダメージの取り方ですね。で大バーン、強バーンはこのゲーマー僕はもうてか他の人もそうなんじゃないかなと思うんですけど、コンボ用ですね、あのハイパードライブの画面、他のゲームだと端から端でこうやって出せば先端が届いて、まあそこまで反撃も受けなかったんですよ。だから他のゲームではこういう位置とかたまにパワーウェブとか打っといて終わり際こうやって出してみたんですけど、今回はもう先端当てとかできないので僕はほぼ使わなくなってしまいました。コンボ用です、ハイパードライブの時は。そうです、そこで大バーンたまに使うぐらいですかね。はい。で EX もそうだね、やっぱコンボ用かな。一応これは発生早いし端から端まで届くので、まあ強襲としても使えなくはないんでしょうけれど、端から端でそうですね、ドライブキャンセルなしで用意値はできるので、まあ急に出してみても相手はびっくりするのかな。僕はあまりやらないんですけど、うん、あとはやっぱコンボ用でどんどん出してって一発のダメージが結構でかいので、なんか消費、あ、全然当たんねえ。ドライブ時は EX でゲージを使うときはこの EX バーンでダメージ取って、で最後長飛につなげるっていうのはやりますかね。それぐらいかな。飛び道具無敵とかあればもうちょっと違ったんですけどね、せめて。でもまあ威力高いしテリーの中ではコンボに使えるので積極的に狙えますね。よしよし。でクラックシュート、クラックシュート、このゲームのクラックシュートは結構優秀だと思うんですよね。空対空でも結構引っかかるし、で弱から行くんですけど、まず弱クラックシュート、しゃがみでガードさせた時が確か5分で、まあ立ちガードされた時は若干不利っていう程度なので、結構積極的に振って近づいて、でまあこうこっちも禁止で暴れ返すと結構勝てたり、まあ負ける時もあるんですけどするんですよね。でも他に選択肢としては禁止じゃなくても、まあ、投げられることもありますけど、向こうの暴れを読んで、まあ、ぶっ放すこともありますし、まあ、前後転やってちょっと離れて仕切り直したり、禁止暴れ以外にはそういうこともしますかね、クラックに近づいて。さっきの空対空で弱クラックで勝った時はなるべくなんですけど、まあ、バスターウルフとかあと EX ライジングですかね、空対空でクラックが一方的に勝った時はこうやって追いつするためにためを作ったり入力開始したり、一応 EX クラックの方がいいのかな、ダメージ的に。ちょっと一回見てみよう。勝てた時にバスター240、あ、届かない場合があるんだな。これ結構状況によって使い分けないといけないかもしれないですけど、あ、一応この状態はバスターの方が高いのでバスターの方が当てた方がいいのかな。まあ高さによってはバスターちょっと早すぎるためスカッたり、かといって遅らせると判定が消えてスカッてしまうことはあるんですけど、まあ当てられるようだったらクラック勝った後は追撃はなるべく狙っていきます。で強クラックは出が遅いんですけど、リーチも長くてあと隙も小さめなんで、しゃがみガードさせたりこうやってセンターンってた時とかは確か地上攻撃が間に合うんですよね。難しいけど、うん、こうやって間に合うので、まあ運が良ければそうやって禁止とかも当たってコンボにも行きますし、まあこれぐらいの距離で飛び込んでいけばガードされててもその後攻めが継続しやすいですね。ただクラックの欠点ってなんか座高の低いしゃがみ攻撃をには当たらないので、まあアーケードでも軽ダッシュとかでよくすかされてたんですけど、小足連打されるだけでクラック全部強も弱も使ってしまいますね。それは相手を見てちょっと気をつけたり、あと壊しされるようならパワーウェーブも織り交ぜてって、これなら絶対当たるのでそういう風に使い分けてました。で EX クラックは中断になるんですね、発生の早いしゃがみガードが不可能な、これはガードされてる時とかに結構織り交ぜたり、まあコンボにコンボとして1回締めてもいいですし、でちょっと後ろ下がって前後転するとちょっと後ろに行くのかとかなって見せかけて前に行ったりするので、これは結構使えます。でちゃんとこうやって考えれば後ろに行くっていうこともできるので、そこで必要なのが
禁止じゃなく ND にしておけばディレイとディレイもかかるし判定も残るので D を置いておいてライジングアッパーにつないでバーンナックルとかっていうのは狙いますね。まあなかなか当たらずコンボをすぐこうやって狙っちゃうんですけど、まあ今みたいな使い方して欲張っていくこともあります。で次がライジングタックル、弱なんですけど、これ確か下半身にはそんなに無敵がないのかな、だから、まあ、全身無敵じゃないのでよほど高い位置の相手、発生は確か強より早いんですよね。だからコンボでライジングタックルって使うんですけど、強が間に合わない時とか弱でちょっと威力下がりますけど、ほんの10とかところそこら下がるんですけど弱に切り替えてコンボ続けたりってことはあります。普通に使うことはあんまりないのかな。対空で取るときはだいたい強かもしくは EX、 これなら発生も EX 早いのでゲージ使っちゃいますけど EX にしてダメージ取るから、あとは画面端でクラックで空中の相手取れたときとかに強ライジングで拾えないときとかはとっさに弱ライジングで出して少しでもダメージは取ったりします。大ライジングはまあ本当対空だとコンボかな、主に対空なんですけど、まあさっき言ったように飛ばせて落とすがやりにくいので僕はそんななんかなかなか対空で落とせる機会がないですね。コパンとかでペッて落とせたりはしますけど、うん、で EX はこれってなんかなんだろう、ほぼ垂直に上がっているのでめくりとかに対しても勝てるんですよね。大とかだ弱とかだと無敵でなんか相手の攻撃すかせてもなんか後ろ相手後ろ行っちゃって自分だけ前に飛んでいくっていうひどいことになってしまうので、どうしても相手の飛び込みが怖いときは EX ライジングにしてっていうのはいいと思います。まああと地上のドライブのコンボ、バスターか EX ライジングか、まあ確かバスターの方がダメージは若干下がってしまうんですけど補正の関係で、まあこれはお好きなように画面端でも全然つながりますし、バスターでも EX でも選んでいただければ半分のドライブと1本のゲージでそれなりに減るのでテリーの中では、うんうん、ですかね。あとは必殺技は以上ですかね、はい、次はパワーゲイザー超必殺の方に行きたいんですけどですね、パワーゲイザー他のシリーズと違って確か無敵がないんですよね。まあ未確認、ひょっとしたらなんか数種あるのかもしれないんですけど、まあでもなんだろう、1ゲージのコンボとしては当然これは狙ってった方がいい、他の EX 技よりもゲイザーの方が当然威力高いので1本だけゲージ使いたいときはこうやってチェーンコンボからもできますし、ライジングアッパーからもあパワーウェーブになるあできるし、うんうん、まあコンボでなんだろう、ゲージ控えめコンボでは使っていきますね。さっき言ったようにあとなんかパワーウェーブを飛ばせてこれで落とすっていうのができればいいんですけど、ノーマルゲイザーちょっと遅いので、うん、他の技に他の調皮に比べて遅いのでちょっとやりにくいかもしれません。まあダメージは調皮の中では普通に210と高い方なんで、うん、コンボとしては優秀な技だと思いますね。でまあそうだな、次はうん、これも EX にあ EX やってですよね。で次は EX なんですけど、これは発生が速くなる上に、まあ、ヒット数が上がって当然威力も上がるんですけど、これは弱からもつながるのでなんかこう立ち小足の簡単な、まあ、コンボにもできますし、チェーンコンボでチェーンコンボの C がこうディレイがすごいかかるんで落ち着いてゆっくり入力してボタン同時押しにすれば安定してつながります。はい、バスターウルフの EX 前にもガゼン威力が高いので、まあ、2ゲージでドライブ使わずコンボ行きたい場合はこうやって EX ゲーザーを選んでいいんじゃないかなと思いますね。あとは画面端でコンボでまあこうやってバーンナックルからクラックってやるんですけど、画面端だとバーンナックルから強クラックがつながってそこで最速で EX ゲーザーやると2ヒットだけするんですよね。でその後追い打ちができて、まあノーゲージやる場合は今のようにライジングタックルやったり、ゲージがある場合はまあ EX やったりもするんですけど、まあなんだろう、ゲイザー一発分外れてるからちょっとまあもったいない気はするんですけど、でも画面端でドライブ使ったコンボがまあこれしかないっていうのは言い過ぎだけれど、
ゲージを使って少しでもハイパードライブなしにやる場合は結構使ったりしますね僕は。でドライブ、ハイパードライブなしのコンボでなるべくダメージを取るってなるとこうやってこれはよくやったりします。ゲーセンでもパワーゲージが3本か3本と、まあ、ドライブ1本使っちゃうんですけど、ダメージ、まあ、そこまででかいわけじゃないですけど一応まあそれなりにダメージは取れるんで、うん、やったりしますねかな。 EX エイザー、あとハイパードライブでもああやって途中でコンボに使えたりもしないんです、しなくはないんですけど、ハイパードライブの時はもっといいコンボがあるので、EX ゲイザーの画面端のコンボは、まあ、たまにあれをやるぐらいですかね。で、お次が、バスターウルフですね。これはアーケードに比べて、まあ、ダメージとか追撃判定とか何も変わってないんですけど、やっぱり判定が明らかに、違う、発生が明らかに早くなったので、まあ、半角の時とかも結構出していけたりしますね。もちろんコンボにもなるんですよ。威力は低いんですけど、まあ画面端で普通にクラックのコンボから入りますし、まあ、これは一番簡単ですね。画面端でもどこでもできるんで。あとは、なんだろう、1ゲージの時はやっぱこれが、あの、ドライブ使わないでやる時とかは、ヒット確認しやすいので、まあ、発生早いし、シャガシーがすごい、キャンセルもかかるので、やりますね。もちろん、あの、EX、クラックにしてやっぱ攻めを継続するっていう時の方がいい時は画前あると思いますけれども、まあとどめさせる時とかはこっちの方がやっぱ威力高いので180ダメージ取っていいんじゃないかと思います。まあ隙があるのでガードされたら半角なので、まあ結構気をつけなきゃいけないところあるんですけど。で次が、EX の方ですね。 EX の方もダメージまあそれなりに上がるんですけど、他の EX 技に比べて、例えばゲイザーが360なんですけど、 EX バスターが300なんですよね。でこれ最終段が90ダメージ90なんですけど、この最終段をすかせばなんかコンボで追い打ちできたりするんですけど、正直もったいないんですよね、ゲイザーに比べて。ゲイザーのかさ当たりよりも、だからなんだろう、まあ半角でもちろん打つ時もあるんですけど、さっきのさっきのコンボでどうしても2ゲージでまあ殺せるならこういう時に出して殺したりするっていうのはありますかね。ほんと減らねえな、この技。うん、ぐらいかな、EX バスターは。まあ、あとは、ネオマックスのキャンセルがあるので、ノーマルのバスターと EX のであんまりやらないですけど、ノーマルバスターはあとは、ネオマックスのキャンセルで、ハイパードライブコンボで使ったりはしますね。で、次が、トリニティゲイザー。これね、これね、無敵もないし、発生もそこまで、早くもないし、まあね、簡単なコンボにはなりますけど、かといってこの銃強パンから生で出して追いつできるわけでもないんですよね。で、まあ、ハイパードライブ時のコンボで使いはするんですけど、なんだっけな、なんかうまくやると4ヒットさせることができるんですよ。4ヒットさせると他のネオマックスよりもがぜん威力が上がって相手を即死させやすくするんですよね。一応頑張って4ゲージで即死するんだなっていうのはあったんですけど、もうそれも4ゲージ使うのでだいぶ場所も選ぶし相当決める機会は少ないと思います。はい、まあ、一応中よほど当てたい人はもう中央でなんかなんだろう、何やればいいんだろう、中央でバーンからバスターウルフやってこんなんでいいんじゃないですかほら、あ、 EX 使えれば追いつけるかもしれません。まあネタなんだろう、見せコンには使えると思います。実戦でも使えなくはないと思うんですけどね。まあダメージは他のコンボの方が優秀なのかもしれません。ネオマ混ぜない、うん、本当画面端で攻めてなんだろう3ヒット普通にしてくれればよかったんですけど、もしくは2ヒットして追い打ちができるとかならもうちょっと考えたんですけど、画面端だとどう頑張っても2ヒットしかしなくて追い打ちもできないので、アーケード版だと2ヒットさせて追い打ちはできたんですけど、ダメージは結局下がっちゃうのであんまやらなかったんですよね。なのでネオマはあまり使いません。ネオマにゲージ使うぐらいだったら、EX バーンとか使った方がいいってことですね。そうですね、あの画面端のコンボとかもそうですけど、はい、中央だと一応ありますけど、まあむずいので安定の方やっちゃいますね。いつもそれなりにダメージ取れるんで安定の方でも、はい、かな。じゃあ
技は一通りこれで全部で、はい、続いて、まあ、こんな風に動いて勝つキャラだよっていうのを軽く説明していただけると。あ、はい、まあ、僕がよくやってるのはとりあえずこのなんかチェーンコンボのおかげで固めもやりやすいので今のところ1番に置いてみようかなって思って、まあ、今日も量も全然固められるキャラなんですけど、テイって最大ゲージのコンボそんな2とかあれば1でもできますし2とかあればいいかなって思ってるんで、だから1番に置いて、まあ、固めてクラックで乗っかってで、まあ、ゲージ止まったら半分使ってこの安定のコンボをやろうで、運よく2番相手の2番引きずり出してゲージ残ってればハイパードライブ狙うって、アーケードでも最初そうしてたんですよ。 02UM でテリー1番だったんでそうして、あ、そうだ、そうしてたんですけど、まあ、そうですね、チェーンコンボと、まあ、チェーンコンボのおかげで、まあ、ちょっともう一回1番に戻して、まあ、先方キャラにしてみようかなって思ってます。基本チェーンコンボでラッシュして近づいて固めてっていうのが、まあ、僕のやり方ですかね。まあ、ゲージ止まれば EX クラックとかも振って、はい、なんだろう、ガードを揺さぶったりするかなって感じです。はい、はい、あ、じゃあ分かりました。じゃあ、はい、実戦で必要になりそうなコンボを、はい、まあ、すでに何とかやってますけど、はい、軽く振り返って最後に、はい、まあ、こういうコンボできるといいよねって発動系のがあると。あ、はい、はい、まあ、1番なんでゲージもそんなに溜まる状況は僕はないと思うので、とりあえず、まあ、さっきからずっとやってる、あ、なんだこれずっとやってるこれですね、バスター、まあ、ダメージは EX ライジングの方があるので、まあ、どこでも画面中央端問わずできるので少ないゲージでやる場合は今ので、で画面端でちょっとゲージ使うならやっぱり EX ゲイザーを混ぜて、まあ、ゲージもう使いたくないなら大ライジングで締めるとかですかね。ドライブ、1回のドライブでやるコンボは中央はもう本当バーンクラックだけですね。僕は端だとゲージあるなら強クラックにして、あのトリプルゲイザーで追い打ちして、まあ、強ライジング、もしくはもうちょっとゲージ使ってても殺したいときは、まあ、3ゲージになるので1番手じゃなかなかないと思いますけど、 EX ライジングにしたりバスターにしたりもしていいと思います。がドライブ半分ですかね。じゃあハイパードライブのコンボですかね、はい、まあ、画面端付近の方が多いんですよね、僕としては決める機会としては。その場合はなんだろう、とりあえずバックナックルがすごい相手を運ぶんですよ、リーチが横に長いせいで、はい、まあ、そのおかげで、まあ、端まで運びやすいので、なんかこうやって中央から運んでって、あ、これができるはずなんですけど、ここで1ゲージ使ってこれ無理かな、最後は EX、 そうですね、でバスターの発生が早くなっちゃったせいでさらにちょっとこうなんだろう、引き付け目じゃないといけないんですよ。かといってちょっと バスターを待ちすぎると通撃安定がなくなっちゃうので、多分今のコンボは EX ライジングにした方が確実だとは思います。が2ゲージのコンボになるのかな、1ゲージならあ、カス当たりするあ、困った悲しい、ね、これ困った、ちょっとむずいですね、最後のこの辺でちょっと引き付けを始めておかないといけないですよね。あー、むずいっす。そうですね、むずいっす。全部ドライブキャンセル、はい、ディレイかけなきゃいけないから大変ですね。これアーケードだともうちょっと楽だったんですよね、そのバスターがそんなに引き付けなくても出が遅い関係で入ったりしたので、これはちょっと僕も練習しないとダメですね。お、4ヒットした、これなら。そうですね、クラックが、お、37になった、クラックが4ヒットするならばもうバスターでも EX ライジングでも絶対入ると思うんで、なるべくこれがクラックを4ヒットさせてさらにダメージ取れればいいかなと。ちょっと難しいかもしれませんけどですね、あれは画面端ではよくやるコンボですね。で中央というか、まあ、なんだろう、まあ、中央付近でも今のコンボでほぼほぼ端に運べるので、あれは覚えておいて損はないと思うんですよ。で自分が端の場合とかはあのコンボは届かないので、そういった場合でよくやってたのが、どれだったかな、この EX バーンで切り返して戻ってくるっていうのが、でゲージがあれば EX ゲイザーだし、なければ EX ライジングで、1ゲージの場合最後はもう上りジャッキックしかないと思うんですけど、
ゲージがある場合は今の3ゲージになるので1番じゃちょっと難しいかもしれませんけど、アーケードの時は僕テリー2番だったので一応まあ今のコンボを決める機会はありましたね。でこの状況なら確かネオマにもネオマのコンボもあったんですよね。何だったかな、ここまでやっていいのかな。あ、いけるな、うん、いけるな。これで死ぬのかな。あ、ほらほら、1000、1000いきましたね。そう、これでちょうど1000なんですよ、はい、4ヒットして。やっとちょう、すいません、なかなかと、まあね、動画のコメントでは3年後とか書いてあります。あ、3年後、あ、それでお願いします、はい、そして3年後、はいはい、というわけで、まあ1000ですね、はい、実戦で決められたら気持ちいいですね。そうですね、本当一元だしゲージも使うので難しいと思いますけど、うん、気持ちいいと思います。じゃあ、ね、じゃあとりあえずこんなとこでよろしいでしょうか。はい、よろしいです。はい、テリーは、まあ、まだね、はい、弱キャラ扱いされてますけど、戦えるキャラなんで、まあ、弱キャラ扱いしてるのは俺ですけど、はい、まあ、あの順番つけると下の方かなってだけであって、あ、それは僕も思います。すごい戦いやすいキャラなんで、うん、はい、これから伸びることも十分あると思いますんで、うん、はい、ぜひ、はい、皆さんも使ってみてください。僕もサブキャラ的な感じで使っていく予定です。あ、本当ですか。はい、よろしくお願いします。はい、それではここまでご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。